はい、どうも。じゃあ続きやっていきたいと思います。まあさっきからそのまま撮ってるんだけど、ちょっと音量下げたから前回より聞き取りづらくなってるかもしんない。ちゃんとこのパートが終わった後確かめて音量調節していきたいと思います。じゃあロードでー、これここ、うわ、ちょ待ってよ、連打しちゃった。まあいいや。しかしこのホテルで探索できる場所はあまり多く なさそうだな。階層がないそうだないようだし、フロントから伸びる2つの通路は片方であるから居室があるだけだ。リオ、反対側の廊下に行ってみたか。レストランくらいしかなさそうに見えたが、レストランの他にあと2つドアがあったよ。でもホテルの人は今忙しいからあっちに来てほしくないみたいなこと言ってた。そうか、なら後回しにするにしても、それ以外で私たちが行ける場所があればいいのだが。そういえば君はここに来てから私とあの円盤状の顔をした、円盤状なんだの顔をした従業員以外は誰とも会っていないか。うん、そうか、この残りの客室には私たちと同じ境遇の者がいる可能性があると踏んで、君が会う前に全部のドアにノックして呼びかけてみたんだが反応がなくてね。フロントに他の客がいるのか、それとなく聞き出してみようか。わかった、じゃあ行こう。ん？みんなちょっと見て、ここ押してやん、ここ押すじゃん、なんか勝手に進むんだよね。でなんかタイトルに戻るんだよねでもね、ここ押してね、あのね、ここ右上のやつ押してね、で押すじゃん、いけんだよ意味わかんねえ。あー、でも、ついでだから、ちょっと、録画確認してくる。ごめん。はい。割と、いい風に撮れてた。ちょっと、声が大きすぎたかな。だから、ちょっとマイクを気持ち離した。まあ、これで大丈夫でしょう。じゃあ、ロードしよう。おいしょ。今ね、ここ押しながら気づいたんだけどね、1回目右上なんかこれ消えるね、消えてるね。でこれ1回ロードすると、ロードしてタイトルに戻ると出てくる。これバグだろうね、多分。会話は続いてる体なんだろう今多分。まあまあそれはしょうがないだろう。よし、さてどうしようか、どうしましょうかね。会話、ねえスバルさん、ここってどこなんだろうね。あんな顔の人っているの？やっぱりお化けかな。心配することはない、少し違う世界に迷い込んだだけだ。え、この人も人間じゃないのかな。スバルさん、もう分かんない。道具ないよ。あ、ある。あー、鍵か。はい、戻る。じゃあとりあえず部屋を出るか。これさっき見たやつだよね。ほら。お、ちゃんといけた。おー、これでタイトルに戻ったらね、もう実況放棄するとこだったよ。じゃあ、戻りましょうか。で、ここで、呼べばいいのかな？また瞬間移動してきたよ。おや、お客様。お部屋はお気に召していただけたでしょうか。うん、とっても綺麗でびっくりしたました。ふふふ、ありがとうございます。おっと、どのようなご用件でこちらへ。先ほどお聞きしました通り、準備が整い次第お食事会が開かれるのですよね。他
他の客室に泊まっていた方々は出席するのでしょうか。今のうちに挨拶だけでもしておこうと思ったのですが、お食事なんか 声の区別がつかなくなってきた。お食事会にはあなたたちしかお呼びしませんよ。わざわざ挨拶に回る必要もないかと思われます。あの僕泊まってる人とおしゃべりしたいんだけど、ダメかな。そうですね、どの方も実質にこもっておりまして、他人と交流することを避けているように思われます。我々もお客様のプライバシーに踏み込めませんので、申し訳ないのですがお力になれそうにありません。そっか。では空き時間にこのホテルを散策しておくことにします。客室以外で我々が利用できる娯楽室などはありますか。ああ、それなら植物はお好きでしょうか。さまざまな植物を備えなお部屋がございまして、憩いの場としてはおすすめですよ。百聞は一見にしがつです。一度訪れてみてはどうでしょうか。その施設はどちらに。あなた様のお部屋の向かいにある1号室でございます。こちらがその部屋の鍵ですのでお持ちになってください。アイテム1号室の鍵を、ってもう気持ち悪いね。アイテム1号室の鍵を手に入れました。わ、ありがとう。僕が待っとくね。その植物園とやらは1階なのですか。あそこは客室ではなかったんですね。いえ客室ですよ。客室だったという方が正しいですかね。あの部屋は現在植物園状態でして、ご希望の方に開放しております。そうだったのですか。他の2号室から5号室は、宿泊客がいるんですか。いらっしゃいますよ。そうですか、ありがとうございます。ではこれからその1号室に行ってみることにします。はい、ごゆっくりどうぞ。携帯ちょっと一回セーブさせるね。セーブ。まあここは上書きしていいでしょう。でタイトルじゃなくて部屋を出る。でここだよね。1号室はここだね。僕開けていい。ああ頼んだ。わっわっ、わおーわーさすがに異世界見えてきたな。ん？どういうこと？いや、こちらの話だ。さて、せっかくだから、この、やっぱ知ってんだろうね、なんか。さ、何を調べましょうかね。全部クリックできるな。上はない。これは？街灯のようなライトだ。それだけか。これは？不思議な色をした種やスコップなどの園芸道具が入っている。これは無理。これは大きなバラの花。モニュメントではなく、生け花のようだ。なるほど。ここは一緒か。これ、ああ、これ全部バラか。で、これは見たことがない不思議な木だ。これはじょうろ。中身は空っぽ。なんか机の上にあるね。スバルさん、変な形のペンがテーブルの上に置きっぱなしやってるー。これは万年筆というんだ。なかなか高級そうな品物だな。こんなところに放置されているとは、誰か忘れていたのだろうか。これ高いの？持った人がなくしたって心配しているかもしれないね。どうしよう、落とし物は届いてあげた方がいいよね。そうだな。事情を話してフロントに預けようか。アイテム、万年筆を手に入れました。おー、いい、順調だね。おー。セーブしよう。部屋を出よう。他のとこ行けんのかな。なるほど、こういう感じか。全部よし、これでいいや。このペンの落とし物です。1号室で拾いました。おやおや、わざわざありがとうございます。ちょっと拝見。
ふむ、私には見覚えがありませんね。もしかするとバーテンダーのものかもしれませんが。バーテンダー？レストランの向かい側にがバーになっておりまして、そこでお客様にお飲み物を提供しております。彼はあの1号室の主であり、植物の世話なさっているので、あの部屋への出入りが一番多いのです。そうだったんだ。じゃあお世話をしてるときにペン落としてるのって誰ですか？はい、さようでございます。大丈夫？レオくん、レオだっけ？名前忘れたぞ。他の客室は宿泊客がいるんですよね。あの1号室だけあの従業員が管理してる点には何かこう理由があるのですか？おや、きちんと話していませんでしたね。あのバーテンダーはもともと1号室に近くしていらっしゃったお客様だったのですよ。いや、すっごい声、でっかい声出た。ごめん、大丈夫？みんな。え、じゃあその人には会えるの？ええ、もちろん。今もバーにいらっしゃるでしょう。スバルさん、行ってみよう。それとレオじゃなくてリオだったね。そうだな。すいません、これで失礼させていただきます。はい、行ってらっしゃいませ。じゃあ初めから行かせるなって話だよな。なんで行かせなかったんだろう。おかしな話だね。すごい情報を発見したね。僕たちより先にここに来た人ならきっといろいろ知ってるよ。ああ、そうだな。いろいろ尋ねてみよう。いや、その人ね、あっち側の人間かもしんないよ。だったらね、何も話してくれないと思うんだけど。前、一番前のこれは何なんだろう。ああ、立ち入り禁止ね。で、こっちは？ああ、オッケーオッケー。じゃあ行ってみましょうか。わあ、ずいぶんなんか個性的な人が現れましたね。うわ、ノートすっごい。食堂どうなってんの？食堂、まあ今でストーンじゃないこれ。しかもこれ鼻なのか口なのかわかんないね。そもそもこんな口はないか、人間に。うん、いやこれ鳥かってことは、これ口なのかな。うん、わかんないね。で、なんだろうね、これ色がすごいカラフルだね。おや、 BGM が一回止まったよ。で、ちゃんと蝶ネクタイはおしゃれだね。おしゃれなのかな。ここらにザーってつけたらちょっと面白くなるかもしれないよ。これアドバイス。あ、おや、おや、初めて見る顔ですね。こちらに来たばかりのお客様でしょうか？あ、はい、そうです。僕、リオって言います。私はスバルです。こちらに医護室の管理をしているバーテンダーがいると聞いたのですが。おや、それら私のことです。あなたはかつて、このホテルの宿泊客だったという話を聞きましたが、間違いございませんか？はい、そういった時期もございましたね。現在は僭越ながら、このバーを任されている身でございます。失礼ですが、当時からそのようなご容姿でしたわ。はて、このホテルに来たばっかりの頃からそのようなな、ああ、まあいいだ。このホテルに来たばかりの頃からそのような水の海通りのような姿でしたか？そういえば違ったように思いますね。しかしもうずいぶん昔のことですね。記憶が定かではございません。このホテルに来る前のことは覚えていませんか？いえ、全く。そうですか。リオ、あの万年筆を見てもらおう。あ、そうだった。このペン、1号室で拾ったんです。バーテンダーさんのものですか？私のものでは、違うんだ。違うんだ。見るからにして君の漢字風のストーリーの進め方だったけど、まあいいか。私のものではございませんが、して少々拝見。おや、これは見覚えがないですね。ございますね、ございますね。このまま先生、書き物している方がいらっしゃいました。はてはて、あれは一体どなただったか。我々従業員ではなかったと思います。となると、お客様だったのでしょうか。このホテルにいる私たち以外の宿泊客にお会いになったことがあるのですね。いえ、全員ではございませんが、それにこのバーをご卑下してくださる2号駅の方以外は、ここ最近顔を見る機会がございませんね。そうですか。その2号室の人はどのような方ですか？物静かで、書物
がお好きな方です。しかしその万年筆は彼のものではなかったと思いますかね。僕その人に会いたい。ああ、会いました。ああ、彼には万年筆を見てもらう価値がありますね。それならばその方に会えるのでしょうか。先ほどフロントマンから他の客とコンタクトを取るのは難しいという話を聞いたのですが。目しかないとそうでしょうね。ですが2号室のお客様だった、お客様に関しては私からのご紹介という言葉と手土産があれば大丈夫でしょう。ああ、手土産といっても彼にいつも届けているのはこれなんですか。わあ、ワインだ。あれ、あったかいホットワインですか。はい、冷めないうちによろしくお願いします。うん、スバルさん、僕運ぶね。早く行こう。おお、ここはちょっと子供っぽいね。かわいいかわいい。アイテム、ホットワインを手に入れました。ここいちいち敬語なんだ。こぼすってこんな字書くの。なん雰囲気的に読んじゃったけどさ、これこぼすってこ、まあいっか、こぼさないようにな。一時的に多数質問してすいませんでした。また後ほど伺うと思いますが、一度失礼します。あのバーテンダーさん、本当に僕たちと同じ人間だったのかな。過去の話に対する証言を信じればそうなのだろう。彼の記憶は曖昧ではっきりしてないところが難点だがな。ただ万年筆を見せると思い出すことがあったように、具体的なものを提示すればまた何か情報を聞き出せるかもしれないな。なるほど、情報屋ってわけですね。よし、じゃあ一回セーブしましょうか。ここで、タイトルには戻らない。で、次こっちか。はい、こっちか。失礼します、私は6号室に泊まっているものです。バーテンダーさんからあなたに届けるホットワインを預かっているのですが、扉開けてくださいませんか。あ、鍵開けてくれたみたいだね。入っていいのかな。入ってみよっか。おお、信号機がいる歩く信号機だやーべえ、なんかすっごい迷惑だななんか急にさ、あの車うぜえな。ちょっと赤信号パーって光って止めてやろう。パッ、止まった、そこで1時間ぐらい待ってな、みたいな感じのことしそうまあこんな感じの声でこの人行ってみようか。はじめまして、私はスバルと申します。こちらはリオでは、ワインをどうぞ。この部屋の人も人間の姿じゃないんだ。私たちはこのホテルに来たばかりで、6号室に泊まっております。申し訳ございませんが、ホットワインを楽しみになる前にいくつか質問をしてもよろしいでしょうか。あおあおあお、あなたはこのホテルに来た頃のことを覚えてませんか。あ、これあれなのかな、信号機で返事してんのかな。だったら相当わかりにくいよ。君コミュ障でしょ。あなたは喋ることができますか。あ、これ×って意味かな。ってことはできないってことか。そのワインは冷たいですか。あー、やっぱりね、これ×なる。じゃあ黄色なんなんだろう。そのホットワインは温かいのですね。あー、やっぱりね。相思素数は無限に存在しますか。何、相思素数って何それ。そうですか、ありがとうございます。スバルさん、今の何。いいよ、この方は頭部の光の色で意思表示をしてくださってそうだ。今見せていただいた3色は、はい、いいえ、わからないの表現と捉えていいのでしょうか。リオ、リオ、リオ、どの色が何を指しているかわかったか。え、あ、うん。では質問する、工程を示す灰は何色だ。あ、選択肢ある。これチュートリアル的だね。工程は青。第2問、否定を示すいいえは何色だ。赤。
せーの、これ商業でいけるわ。全部正解。よく見ていたね。やったー。正解は青がはい、黄色がわからない、赤がいいえ。それで間違いないですね。不備に質問を続けて申し訳ありませんでした。あなたに見ていただいたたものがあるのですが、大丈夫？結構動揺してるよ。あ、ペンのことなのね。ペンペンペン。これは誰のか知りませんか？1号室に落ちてたんです。わからないってことだね。何？この本貸してくれるのは、あ、ノートだった。アイテム、ノートを手に入れました。綺麗な想定でいいのかな？わかんねえ。これがマネージと関係があるんですか？丸。あ、見て、最初の方なんか書いてある。これデスノートだったら怖いよね。ノート内で唯一全問正解、全文解読可能がなどの文章。めぐりめぐりて因縁に敗れた儚き愚者の残骸よ。姿を忘却し、思いを喪失し、哀れども未だ虚無にもなれず、なので好物に抱かれる眠れる魂よ。ごめん、僕漢字すごい苦手なんだわ。と我らがそう見えたその愛見えたか我らが愛見えたその旅、その時こそ再び運命が回り始める合図。誓おう、我こそが名声。そう、混濁した世界を浄化する者、の永久の王として今ここに君臨しよう。中二病ノートだろ絶対。めぐりめぐりて因果に敗れた残骸よ。これが語りかけられてる人だね。で、姿を忘却して思い今の教あーこれもこれた、ま、この魂とこの残骸にこの人は話しかけてるんだね。で、我らが愛見えた、あ、この人たちに会った時、再び運命が回り始める。なんか、なんか始まるんだろうね。で、それの合図で、で、ここで自己紹介してるね。世界を浄化するもの。なんか危険そうだな。で、ここに今現れます。みたいな感じだね。よし、大体解読できた。あら、まだあんの？まだあんの？すっげえあんじゃん。この自分ではピーないのは自覚している。おそらくピーの言う通り、ピーする方法はピー。だから、また何も知らないピーが繰り返すのがゼロかな。せめて、ピー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 に許可を得てからピー、きっとピー、ピーも協力してくれるそうだ。いけないことめっちゃ言ってる感じがやばい。ないのは自覚して、おそらくみんな言うとリピーする方は、まだ何も知らないピーを繰り返するから、わかんねえな。開発中に突然、ピー的な突然変異がピーの記録して対すると、ピー同士で応援してて、正反対、起こし、環境に正反対の影響、ピーようだ。ピーのここ、でこちらを改良して P とも、それにしても P はうまくいっているので多少心配である。ああ追記、ひとまず形になったので P しておく。ここめっちゃ卑猥。荒削りな性能だが P の時間がないので、こちらは P のが惜しい。うん、ここもちょっとねあれだね。ネーム、補充か、P としての役割を持つ。両方が作ことで P できる。漆黒。黒い方の花。P! 人格。白い方の花。P! ん？なんだこれは。これはあなたが書いたものですか？いやー、相当中二病だよ。相当やばいよ。相当痛いよ。カラマツだよ。いや、カラマツ以上かもしんない。あ、違うんだ。では、これを書いた人物がこのマネス持ち主ですね。ほう。それはどなたでしょうか？あ、わからない。わからないのにマネス持ち主だってわかるんだ。おかしいね。
知らないのですか。そうですか、失礼しました。なんだ、なんか、舌が回らないな。ララララララ。そうですか、失礼しました。ところで、このノートはどういう経緯でこの部屋に。ああ、いつの間にかあったって感じだね。どこから拾ったり、誰かからもらったわけではないのですね。なるほど。もしよろければこのノートを貸していただけないでしょうか。万年筆と一緒に他の人に見ていただければ、何か 手がかりが見つかるかもしれないと思うのです。おお、ありがとうす。しょうもな。貸してくれるんだね。ありがとうす。では、しばらくお借りします。ああ、それと今後もこちらの部屋にお尋ねして良いでしょうか。おお、いい人。ありがとう、ありがとうございます、トゥース。それでは一度失礼します。リオ、行こうか。しかし、このノートに書いてある文字は潰れていて読めない部分が多いな。唯一しっかり読めるところはよくわからない詩のような文章だし。いや、大体わかったぞ、僕は。難しい言葉ばっかり。これは何の手がかりになるのかな。現状では何とも言えないな。また読み返したくなったらこの部屋で読むとするか。それにしても2号室の人は不思議な姿になっちゃったし、知らないことが多そうだったね。あ、普通に読んじゃった。でもどうして喋れなかったのかな。バーテンダーさんは普通にお話できたのにね。そうだな。その相違も気になるが、もしかすると残りの客もみんな。ん、何。ああ、いや、なんでもない。とにかくバーに戻ってこのノートを見てもらおう。なるほど。じゃあ時間が20分超えたから区切ろうか。ちょっと区切り区切りやらないとね、いろいろ整理がめんどくさいんだよ。整理というかね、編集とかを急がないといけないんだよね。じゃあ終わりにしよう。はい、ご視聴ありがとうございました。グッバイ。